それではこれより勝利監督インタビューを行いたいと思います。それでは足上秀樹監督お願いします。それでは監督、まず勝利おめでとうございます。おめでとうございます。応援もありがとうございます。それではまず6回無失点と好投した薮田投手について一言お願いいたします。今日はもう、今シーズン一番良かったですよね。薮田投手もそうですけど、今日は、その後三上投手、吉田投手、上村投手と、継投したんですけども、上村投手はね、まだNPB 経験してませんけども、薮田投手は3人の、ピッチャーに関してはこれぞ NPB っていうような今日はピッチングでしたね。非常に楽しかったです。はい、ありがとうございます。そしてチャンスをしっかり生かして得点して、そして守備でも再三いいプレーがありました。野手陣についても一言お願いいたします。はい、本当に、数少ないチャンスでしたけども、なんとか点を、取って、薮田投手に箇所をつけさせようと野手の方もだいぶ気合い入ってましたんで、本当チャンス少なかったですけども、効率よく先に点が取れました。野手の方も非常に評価できる内容だったと思います。ありがとうございます。それでは夜遅くまで残っていただきましたサポーターの皆さんに一言お願いいたします。はい、今日もここまで応援いただきましてありがとうございました。もしかしたらサッカーと連戦の方もいらっしゃると思いますけれども、同じアルビックスですから、サッカーとどうも野球も頑張りますんで、お時間がある方は、サッカー応援の合間を見て野球の方の応援もよろしくお願いいたします。野球ファンの方は引き続き応援をよろしくお願いいたします。おめでとうございました。勝利監督の足上監督でした。ありがとうございました。足上監督には勝利監督として幸せ